どうも、シャーペンです。今回は間もなく8月に突入するというわけで、早いもんでも夏本番ですよ。というわけで一旦振り返るという形で8月のガチャ予報をこれまで振り返りながら、こんなんがあるんじゃないかという感じで見ていこうと思います。まず本題入る前に、今月の鳥獣ですね、7月の鳥獣が未だに開催されてないというわけで、まあ、結構ツイッターとかコメント欄見てると、今月はいつなんだ、もう今月ないんじゃないかっていう意見が見られるんですけどね。まあ、ただこれまでなかったことはないと思いますし、ほとんど。ちょっと遅れてるだけで、まあ、ヒロアカが終わった後同時に行くんじゃないですかね。あれ確か30日の12時で終わるんで、終わると同時に30の12時から鳥獣来ると思われますね。なので今日告知が入るはず。だんだんこの動画上がってる頃にはもうすでにされてるかもしれない。安心してください。多分来ますよ。でも予報に戻るんですけど、一応去年おととしとコラボはあるんですよね。で、去年が結構今のところ流れが似てて、今と、7月の後半に SAO コラボ。今年昼明かですね。で、8月の前半に新イベ。で、今年も新イベが前半開催されてまして。で、8月の後半に去年がルロケンコラボだったんで、流れは似てるんですよね。だからこのまま行くと、今年も8月後半にコラボが来る可能性はあると。ちなみに一昨年は結構特殊で、ハガレンコラボの直後にすぐ、化け物語コラボが来まして。ただこの内容が、コラボガチャは夏休みガチャのおまけ。10連引くと、5体出てきて、ポン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 って出るやつ。結構難しいやつで。で、降臨は、12時間ごとに降臨するっていう、結構面白い降臨の仕方で。まあ、という感じで結構ね、特殊なコラボで面白かったですね。これに限らず2017年って結構ね、特殊なこと多かったんですよね。挑戦的というか、これもいつか動画にまとめたいぐらいなんですよ。いろいろあったんで。まあ、とりあえずコラボは一応今年もある可能性があるぐらいですね。まあ、その程度。で、もう一個が鳥獣なんですけども、去年の8月は、モーセが入ってるというわけで、今年もあるんじゃないかと思いがちなんですけども、これは結構特殊で、これもね、普通の鳥獣の追加って、新春1月に入ってきて、で、6月っていう2体なんですよね。ただ去年は、1月にマナ、もうこれ普通なんですけど、5月にゴエモン、これあれってなって、で、8月にモーセっていう、えっていう、3体入ってるし、時期もめちゃくちゃだし、去年の鳥獣はトリッキーだったんですよね。まあだからあんま参考なんないですし、しかも今年はもう6月に普通にホームズ入ってるんで、ほぼないですね。まあ、意表つくんだとありえますけど、それ言ったら切りないんで。で、ちなみに去年はこのタイミングで卑弥呼重心化しまして、まあ、鳥獣前ぐらいに突然門間から発表されて、まあ、ただその喜びつかのまあ、ニュースで卒業発表されて、これ悲しかったんですよね。重心化と共にどっか行っちゃうっていう。でも一応ここで限定重心化してますからね。突然、しかもフラパ後だったんで、今年もありえるんかっていう。まあ、するのはもうロビンしかないですね。ノアは多分アニメ関連に来ると思うんで、するならロビンぐらいですね。いや、でもてっきりロビンもフラパだと思ってましたね。フラパ重心化からのパラドックス鉄製だと思ってたら、それがガブだったんで、丸ごと。で、ほんと性能わかんないですね。カメカベースではパラドックスはないと思いますし、ロビンは見当つかないんですよね。まだ元は結構いいんで、期待してますね。という感じで8月の鳥獣は特に普通だと思いますね。で、8月は特に特別なガチャなかったですね。オールスターみたいな。なかったんですけど、まあ今、現状ね、スゲット確定ガチャやってますし、しかもこれから6周年カウントダウンイベントがあるんで、それ関連で来る可能性は大いにあるんでね。まあ一応オーブを持った欲に越したことはないかなという。覇者とも来るんで、ちょっと貯めておきましょう。という感じで、楽しみです。よかったらコメント欄から皆さんのご意見お待ちしております。こんなガチャ来んじゃないか、こんなガチャが来たら、引いてみたいなとか、どんどん書いてください。あとついてチャンネル登録もしていただけるとこんな感じで、毎日妄想動画投稿してるんでよかったら登録していただけると、これから頑張っていくんでどうか、よろしくお願いいたします、まず。では、ここまで見ていただき、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。さい。